北九州市立河内小学校は、福岡県北九州市八幡東区河内一丁目に、ある公立小学校。さら、倉山の麓にある自然豊かな河内地,地区に位置し、明治7年の学生発布以来の歴史を持つ小学校である。豊かな環境を生かした自然教育が河内小学校の大きな特色である。1961年には、 河内貯水池の白鳥を守る白鳥愛護少年団が結成され、1975年花苗を植えたり清掃活動を行う緑の少年団が発足した。1992年に福岡県で行われた第43回全国植樹祭ではに選ばれている。1998年には北九州市立飛釈田小学校、 北九州市立大間小学校とともに、市街地の生徒が、郊外の学校に通い様々な能力を育てるために、北九州市が行っている、小規模校特別転入学制度の対象校である、のびのび、フレンドリースクールに選ばれ、校区外から毎年十数名が転入している。西鉄バス上、手下田バス停が最寄り、そこより徒歩で約2.6キロメートル。なお、 北九州市お出かけ交通の制度に用により、タクシー会社の第一交通が代替交通として、そこから河内小学校前まで運行している。大倉二丁目信号から福岡県道62号北九州小竹線沿いに進む。ありがとうございます。